はい、東海道本線の神津駅の方にやってまいりました。お下がりください。これから御殿場線に乗ります。レッツゴー。発車して間もなく綺麗に富士山が見えてきました。はい、間もなく松田駅に到着いたしますが、こちら矢印の短絡線、こちらがですね、小田急の新宿から JR 御殿場線に乗り入れている富士山号が、通る線路となっております。はい、足柄駅を今出発いたしました。御殿場線なんですけれども、1934年までは、東海道本線で複線だったんですね。丹那トンネルが、開通してから御殿場線となりました。かつてはですね、蒸気機関車の頃は、東京神戸間特急のツバメ号がこちらを走っていたということです。御殿場駅に近づくにつれて富士山もですね、だんだん姿が大きくなって見えてくるようになりました。はい、御殿場駅に到着いたしました。これから沼津行きに乗り換えます。この藤岡駅で一旦降りようと思います。この藤岡駅から次の岩波駅まで、ちょっと徒歩で散策してみたいと思います。はい、藤岡駅に降り立ちました。はい、電車は行っちゃったんですが、この駅から、富士山が綺麗に見えます。ちょっと雲がかかっているのが残念です。藤岡駅の周辺の様子です。
さてこれから5キロ近い道のり岩波駅まで、徒歩で散策してみたいと思います。藤岡駅のすぐ近くにですね、富士山がよく見える、富士見台というちょっとした丘があります。そちらへちょっと立ち寄ります。テクテクと、岩波駅へ向かい始めました。まだまだ舗装されていない、道もあるんですね。こちらは、自衛隊の、駐屯地ですね。風が少し強かったんですけれども天気がすごい良くて良かったです。はい、国道の246号線沿いを歩いております。川の水はこれは富士山からの湧き水なんでしょうか。はい、こちら246号線です。富士山が、上の方は見えないですけど、こちらが、トヨタ自動車の東富士研究所。今はちょっと工場の方が閉鎖されているようなんですが、昔ですね、こちらの工場で、センチュリーだとかそういった車種を作っておりました。そしてですね、こちら下になるんですが、この土手向こうの方から、向こうは岩波駅になります。でこちらの方に走ってきている土手に昔線路が走っていました。この線路はですね、車を作った工場から、列車の後ろの傘に乗せて車を運んでいたという、そういう歴史がある線路です。今はもちろん使われておりません。はい、こちらトヨタウーブンシティ、トヨタの工場の跡地にですね、車が自動運転される未来都市が、建設されております。2025年の完成予定です。1時間半かけてようやく岩波駅の方までやってまいりました。こちらは駅前になります。そして駅舎がこちら。こちらが2019年5月に新しくできた駅舎です。そしてこの隣のガラス張りの建物がそれ以前にですねあった駅舎です。まだ綺麗なんですけれどもね、今は、休憩所になったりしておりますね。この上はですね、
ホームを渡る通路になっております。岩波駅はですね、かつて電化されるまではスイッチバックの駅だったんですね。で、そのスイッチバックの駅だった跡がこちらになります。これからちょっと向かってみたいと思います。岩波駅の方から、坂を下ってきました。結構な勾配がついております。はい、近づいてきました。この正面の草ぼうぼうに生えているところがそうみたいですね。ちょっと奥の方見えますかね。土手になっていますね。この上、この上が、かつてスイッチバックだった時の岩波駅の跡地になります。この上に駅があったんですね。岩波駅の駅舎の中はこのような感じになっております。ホームの中に入ってきました。こちらの岩波駅はですね、2線の駅になっております。エレベーターも新設されているようなんですけれども、もう少し改札の方に近かった方が良かったんじゃないかなというふうに思います。交通機の電車が入ってきました。かつて、スイッチバックだった頃の時は、この坂の下の沼津方面から一旦こちらの線路を過ぎて、で後ろからこの先ほどの駅の方に入って、そしてまた御殿場方面へ坂を登っていったというふうな感じになっております。それでは沼津行き方面のホームへ移動したいと思います。こちらは旧駅舎の方ですね。行き止まりになっております。下は先ほど見た休憩所になっております。こちらの階段を上って、御殿場方面も見えますね。ガラス張りなのですごい明るいです。そして、今度は沼津方面の方の景色も見えます。はい、自動販売機もありますね。
はい、岩波駅の紹介でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。大変長い間歩きましたので疲れました。また、次の動画でお会いいたしましょう。そして岩波といえば、愛が眠るまで、岩波リエ、トクマジャパンより好評発売中。Look.